日本経済の基礎を築いた渋沢栄一の名言30選。一心にして二小を経るとは渋沢栄一を指して言う言葉でしょう。幕末の世で尊王攘夷に目覚め、倒幕運動に邁進するも運動は挫折します。その後なんと後の将軍一橋慶喜に仕え、明治維新後は新政府に登用され、銀行会社づくりに手を染めます。第一銀行、東京海上、帝国ホテル、キリンビール、札幌ビールなど生涯で設立した会社は500社を超えます。日本赤十字社を設立するなど、私利を追わずに公益を図るという信念のもと、日本経済の基礎を築いた最大の功労者です。渋沢栄一の名言。1. 四十五十は放たれ小僧、六十七十は働き盛り、九十になって迎えが来たら百まで待てと追い返せ。2. 一人一人に天の使命があり、その天命を楽しんで生きることが第一要件である。 3. 金儲けを品の悪いことのように考えるのは根本的に間違っている。しかし儲けることに熱中しすぎると品が悪くなるのも確かである。金儲けにも品位を忘れぬようにしたい。 4. 夢なき者は理想なし、理想なき者は信念なし、信念なき者は計画なし、計画なき者は実行なし、実行なき者は成果なし、成果なき者は幸福なし。故に幸福を求める者は夢で終わってはならない。 5. できるだけ多くの人にできるだけ多くの幸福を与えるように行動するのが我々の義務である。 6. 心を穏やかにさせるには思いやりを持つことが大事である。一切の私心を挟まずに物事にあたり人に接するならば、心は穏やかで余裕を持つことができる。 7. 男はいかに丸くとも角を持たねばならない。 8. 人は死ぬまで同じことをするものではない。理想に従って生きるのが素晴らしい。9. 長所を発揮するように努力すれば短所は自然に消滅する。 10. 事業には信用が第一である。世間の信用を得るには世間を信用することである。 11. 論語とそろばんというかけ離れたものを一つにすることが最も重要だ。 12. 目的には理想が伴わねばならない。その理想を実現するのが人の務めである。 13. 他人を押し倒して一人利益を獲得するのと、他人をも利して共にその利益を獲得する、どちらが良い行いか考えるべきである。 14. 風紀におごってはならない。品性を憂えてはならない。ただ知識を磨き、徳を高めて真の幸福を求めようとすることが大事である。 15. 言葉には真心を込め、行いは慎み深く、ことを取り裁き、人に接するには必ず誠意を持って対応すべきである。 16. 言葉は家福とともに引き起こす入り口のようなものだ。ほんのちょっとした言葉であっても軽率に口にしてはならない。 17. 最も重んずべきは真である。真を守らねばたちまち失敗する。 18. 成功には嫉妬が伴い、成功者の多くは老獪と目されやすい。地位と名誉にはそれぞれ付随する慎みがあることを忘れてはならない。 19. 人情としては誰でも他人より多く蓄積したいと苦心するのが普通であるが、この多いということには際限がない。極端に考えて、もし一国の財産をことごとく一人の所有物としたら、どういう結果をきたすであろう。これこそ国家の最大不祥事ではないか。 20. 地、情、意の三者が健康を保ち、平等に発達したものが完全の常識だと考える。 21. 一個人のみ大富豪になっても、社会の多数がために貧困に陥るような事業であったならばどんなものであろうか。いかにその人が富を積んでも、その幸福は継続されないではないか。故に国家多数の富を致す方法でなければならないというのである。 22. 個人の富はすなわち国家の富である。 23. すべて物を励むには競うということが必要であって、競うから励みが生ずるのである。卑しくも正しい道をあくまで進んでいこうとすれば、絶対に争いを避けることはできぬものである。24. 富をなす根源は何かといえば、仁義道徳、正しい道理の富でなければ、その富は完全に永続することができない。25.
いるを計りていずるを接す。26、真似をするときにはその形ではなくその心を真似するのが良い。27、国家社会をも利益するということなら、世は断然自己を捨てて道理のあるところに従うつもりである。28、立志の当初、最も慎重に意を用いる必要がある。その工夫としては、まず自己の頭脳を冷静にし、叱る後自分の長所とするところ、短所とするところを繊細に比較考察し、その最も長ずるところに向かって志を定めるが良い。29、重役は常に会社の財産は他人のものであるということを深く念頭に置かねばならない。30、多く聞き多く見て、その中より最も良きものを選び、これに従って行動しなければならない。これは世の中の常なり。されどあまり見聞のみを博しても、その人に取捨の見識がなければ、選択の見当がつかなくなって迷うようになるものだ。